先生、あの AU の CM サンタロすごい人気じゃないですか。はい。あの中に A の CM の中に一寸ボウが必ずいるって。必ずなのあれ。必ずって言われてるんですけど。なんかね何個かにいるっていう話は僕は一応なんか読んで。あ本当ですか。あれ。あの探したことあります。ないでないですか。なんか。 どれだ高橋どれかのやつにここにいるんだよっていうのなんか聞いて、へえそうなんだ。それはすげえなと思ってたんだけど、はい、まさか探してんの。私はあの毎回探してます。ええ <laughs> <laughs> <ー>。見つけるわけ。見つける。うーんとなんかこう見つけるコツはないわけ。録画した番組とかでたまたまいうの CM があった時に、うん、ずっと見て、うん、いたであろうところをまあ。 一時停止し、うん、みたい、うん、確認してみたいな、うん。なるほどね。これでしょうみたいな。AU の CM はなんか去年、ね、この一年間なんか CM のショーは結構ね、うん、そうナメらしいので、うん、なんかすごい人気でこの前も今日ちょこっとやってま AU 電気でお兄ちゃん来たしその前は学割の時はあの弟ちゃんも来たし、うんうん、まあもちろんあのね。 あのお嬢様もいらっしゃいましたけども、はいはい、結構毎回みんな入れ替わり立ち替わり来てるんで多分ちょうど今日あたり節分だから。いい 学生さんを招いての節分のイベントとかやってるらしいんですけど携帯を押しとかに記事はきっと載るではないかと思いますがそこに一寸帽子がいたらまたそれなんか人間説もありますね。実際の人じゃないかっていう話は人形じゃなくて英雄のサイトでも見れますのでぜひ CM をチェックしていただいて動画にいる一寸帽子を探していただければと思います。 きのうけん携帯しようぜ 今回ご紹介する端末は AU-DIGNORAFLE KYV36 まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 141mm 幅 71mm 厚さ 10.1mm 重さ 155g5.0 インチ HD 液晶 1280×720 ドット Android5.1.1 搭載 CPUQualComMSM8916QuadCore1.2GHz 内蔵メモリ ROM16GB a m 2GB バッテリーは 3000mAh オートフォーカス対応有効1300万画素カメラがメインサブは200万画素マイクロ SDX-C メモリーカード対応となっておりますそこのママさんお待たせしましたあらゆるスマートフォンがいよいよ登場ですよ濡れた手でも操作ができたりお風呂でも活躍できそうですよね 携帯ピックアップです今回ご紹介する端末はこちら au 4G lt スマートフォンディグのラフレですカラーはこちらからはいコーラルピンク、はい、そしてカシミアホワイト、はい、マリンネイビーの三色です、はい、昨年12月に秋冬モデルの発表会がなかった au がなぜか突然、うん A.U. 発表会フォーママというのをやりまして、そこで出てきたえっ、ー、とまあ世界初のハンドソープで洗えるスマートフォンということで,ですね。はい、ちょっと珍しい端末でありますが、まあ今日はこちらをご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。あのー、まあということでハンドソープで洗えるというのが、はい、まあ一つの売りになっているんですけども、はいうん、ハンドソープで洗えるのって今までなかったんですよね。うん、あのー、まあ世界初って言ってるのはまあは、うん、なかったということなんですけども、ね、簡単に言うと、うん 最近っていうか今までの端末でそのよく言ったその防水とか防塵っていうのあるじゃないですか、はいうん、これはちゃんと一応 IP 規格ってのがあるんです、ねうん、でだから IPX5 とか IP5X とかそういう言い方をするのはそういう企画のナンバーの規格に合ってますよって ああと最近よくある大衝撃これはあのアメリカの,あの国防総省の,あの見る企画っていうのがあるのでまあその中のテストの中のこれとこれとこれに通ってますよみたいな解釈をするんですけどさすがにですねそういう世の中のこういろんな耐久試験とか衝撃試験とかの。 あるいはこういう防水の企画とかの中に、うん、ハンドソープで洗う企画っていうのはさすがにないんでな、ね、ので <laughs> だから誰もそんなことは洗えたかもしれないけども、うん、明確にハンドソープで洗えるものをっていう企画は存在したかったんで、まあ、一応京セラの方で、まあえー、独自で、まあ、これ k d i の中でこういうスマートフォンはどうかという話があって京、うんまあ、セラさんと一緒にテストを決めて、うん、でその基準をまあクリアしましたという格好で出してるものという。うん あの防水を進化させた感じなんですか。半分相当使える、ね、っていうこと、うん。基本的にはまあベースになっているのは防水があって、うん、防水もそのいわゆる世間で言われている企画がある中で、うん、実はあの強制だってとなんだっけ、うん、トルクっていうあの EU であのタフネススマートフォン出してるんじゃないですか、ね。うんはい、あれも実はあの。 大衝撃とかやってるけどあれ実は海水を最近ほら、OK うん、オッケーっていうけも海水は今まであんまり危険がなかったんで、うんはい、こういう日本海日本の周りにある海水からこういうふうにまあ一応想定してやりましたというふうにやってるんですけど、うん、で今回の端末に関してはもうハンドソープも実はまあ言うてしまうとハンドソープってすげえいろんな種類があるんだけどライオンのきれいきれいで洗うことを想定して一応。 作られたとということで <laughs> ただちょっとその防水とハンドソープって似てるようでやっぱりちょっと違うとこがあって当然設計なんでいろいろ頑張んなきゃいけないとこがあるんで具体的に何をやったかっていうのはちょっと紹介しておくと実はあの今までもこうあれなんですけどこういうまあスマートフォンってこう例えばここもキャップがありますけどもキャップの部分にこう普通はその何だろうこう。 まあ、オーリングって言って、こう、ゴムのリングみたいな、のが本当についてるんですね。はい、で、これ、実は、今回のオーリングじゃない、従来は、えっと、オーリングで、パッキンをつけて、それで、こう、水が入らないです、うん。という格好なんだけど、今回は、パッキン部分っていうのを、その、L. I. M. 成形とかいう、その、新しい、その、一体成形で。防水をすることによって、うん、で、まあ、段差をなくして、より、その、中へ入りにくくしましたと。ここは、やっぱり、ちょっと、一つ、独自の工夫です。 それからあの背面のここにありますけども、はい、このまあ当然防水になってくると一番厄介なは実はスピーカーでここ、ね、スピーカーは従来ははいあの撥水メッシュっていうのをこう実は穴を開けたところに撥水メッシュを貼ってあってその中に基板があるって格好で水を弾くんで中に入らないだったんですけど、うん、あの石鹸ってまあ、今回のそのきれいきれいだけども、はい、一応あの あれ泡なんだけど泡のからまあ多少その石鹸の粒子みたいなものがあるといけないんでだから実はここの部分っていうのは実はさらにその撥水が強い高撥水メッシュっていうのを入れてなおかつこの穴を 少し大きくすることで例えば水洗いする時とかにこう綺麗、うん、に流れるようにします小さいと当然そ,です、ね、そこにたまっちゃう、うん、ってことがあるのでそれを、えー、今回は石鹸カスなんかもつまみにくくするということでちゃんと実はハンドソープの対応と、はい、まあこの辺は実はあの発表会の中でもちょっとそのプレゼンテーションでも出てたんですけど k d d の中の要するにママ、うん 本当にそのリアルにママのえお子さんいらっしゃるようなママの商品客担当の人とかそういう人たちが一緒に集まって作ってるのでやっぱりこうニーズとしてはリアルにこういうのがいるだろうという話でえやりましたと実際にねどうやって洗うのかっていう話をちょっとこれ京セラさんのホームページにもあの実際その洗い方が出てますしそれを見ながらこう実際に洗ってもらうとその方がいいと思うんですけども一応手順としてはまず本体の電源を切る。 い手を洗って、えっと、手のまず水分を、まあ、ちょっと一応拭き取ってくださいと。はい、で次にハンドソープを手のひらにのせて十分に泡立ててから本体の,その表面と背面を同じ程度でこう擦れるようにこうやって、まあ、洗ってくださいと。でさらにボタンのところとかあとんだっけなアンテナ横にアンテナがあるんですよ、はい、これもアンテナを引き出してこれも洗ってくださいと。で 泡がなくなるまでこの部分を全部きれいにすすいで流水でこう流して全部すすいで特にこういうところはこのボタンのところとかみんなきれいに流水で流してで流す時は一応,ま一応ルール上は一応ルール上は弱めの流水。 じゃがちはシャワーより5センチぐらい離れたこ,、うん、これぐらい離して話した、ね、だからもうあのこの日に水道口があってジャーって出てるのにバシャッと突っ込むのはこれはやめましょうと <laughs>、はい、あとは水道水、まあ、30度程度のぬるま湯ですすいでくださいと、はい、でスピーカーは30秒相場口はや、えー、ス,ストラップの穴のところはまあ20秒ぐらい、えー、がまあ一応洗ってくださいと泡、うん、が残ってると要するに石鹸かさが残ってると、うん、故障の原因になるのできれいに洗ってくださいで終わったら 一応これをまあ拭いて水抜きとかまあその水を,水をまあ濡れたときと同じようにしてまあ十分に乾燥させてでまあ電源を入れる電源を入れて使ってないという話なんですけど。はい、ということでまあそういう形で洗えます、はい、ということなんですけどもところでそもそも、はいはい、じゃなんで洗いたいのかっていう話なんですけどあやっぱり女性。うん だとお化粧してるじゃないですか。だからそのファンデーションの跡がついたりとか、あはい、まあそれもまあ洗いたいですよね。綺麗に。うん、あとはもうお子さんいたら、お子さんって口に物するじゃないですか。<ー>絶対携帯とかね、はいはい、かじる。かじる だから洗いたいですよね,ね洗えるんだったらやっぱりだからそれも発表会の中でもやっぱりそのプレゼンテーションでも出てたんだけど、うん、全く同じ話でやっぱり洗うのはやっぱ子供が触る、うんうん、かじるかじるで思ったほど携帯って実は携帯スマートフォンってあんまり綺麗じゃないのでかる。 割と時々こう本当はこは無水アルコールとかできれいに拭いてあげた方が本当はいいぐらいなんだけどっていうことでまあそういうふうにしてまあ今回の商品に関してはまあ洗えるようにしましたというのが一つのポイント、うんうん、で実はもう一つほ他にもいくつかネタがあって洗えるだけじゃないのがこの端末のちょっと注目すべき点なんですけどまず次、はいはい、温水の防水に対応お湯、ね、そうだから簡単に言うと風呂でも使える。 さらにタッチパネルちょっと頑張ってるんで濡れたままでも一応操作はできるとああなるほどお風呂ってどのぐらいの温度まで大丈夫なんですか私43度ぐらいだ一応なんかとョサさんの方では43度以下のお湯がかかっても大丈夫とつけたらダメなんねつけどそこは熱すぎるってことで 簡単に言うとこの端末を持ってお風呂をこうやって入ってるんだけど、はい、この辺に例えばこうなんだろう、うん お風呂のところにこう置いてで音楽流すとかテレビ見るとか、はいうん、まあそういう使い方はしていただいて大丈夫ですよとなるほどチャポンしてなんかなんか水の中でへえ,え潜水艦だとかって,って子供にのはそんなそれはやめてください <laughs> それはダメですとまあお風呂でも使えるということでまあ特にまあ今回あのフルセグじなくてワンセグなんですけども、うん、まあテレビ見られるのは結構いいのかなというところだと思いますしあとまあこれは京セラさんの話でも最近おなじみですけども、はい、えまあいわゆる耐久性能ということでガラス ドラゴントレイル X を搭載していて衝撃にも準拠と実は今回見る企画の中でも耐久性能という意味では対衝撃以外もやっているとところで私もあなたも基本的には車の人間ですがママがよく乗るものといえばやっぱりチャリはろに子供乗っけて前にも乗っけてみたいな感じなんですけどチャリは実は車と違って結構振動がそれなりにありますすね。 とということでバイクや自転車などに乗っている乗ってる時に持って例えば乗せてカバンの中に乗せてる時でも大丈夫なように一応見る比較の中の振動のテストをクリアした、うん、さらに一応あの当然あの何 え寒い日もまあ今年もまあ雪が降ったりしましたけども寒い日もあるいは夏の暑い日でもちゃんといけるようにまあ高温テスト低温テストもクリアしているということでさすがにねちょっとあまり極端なのはあれですけれどもまあ温度に関しても耐久性がありますしえと振動に関しても大事もちろんえ落下しても耐衝撃の性能もちゃんとあるんで安心して使えますよということなんですが。 そう言いつつ、うん、でもやっぱり発ちゃん端末を落とすよなみたいな。落とす。<あ>うん、でこういうタイプだとあのやっぱり傷がつきます。<う>この端末のえっとまあこれ多分あの。 塗装コーティングの部分だと思うんですけど、はい、実はあのスカッチヒーリングといって、背面を実はコーティングしてます。はい、浅い傷であれば、うん、実は自然回復します。これすごいですよね。あの車にもあるでしょ実はスクラッチコーティングね。コーティングして、少ししばらくすると、うんうん、塗料の方でもあるんだけども、はい、少し柔らかい塗料で。で、過去にも携帯とかでも使われたことあるんですけれども、うん、まあ、こういう塗料を使って。傷がついても元に戻るようにしましょうっていうのがあるんですけどまあ、基本的に今回はコーティングで。 そういうことを施して。いるということだそうです。はい、それから、えっと、まあ、ここから先はもう、あの、あれですね。キ京セラさんの端末ではおなじみの機能ですけども、はい、全面見ていただくと、よくわかる通り。あの、いわゆる受話口が。ありません。はい、穴ありません。穴ありません。もう全体が、そのまま音が鳴りますね。これはいわゆるスマートソニックレシーバーというやつですね。うん、だから、日本語入力に関しては、えっと、一般的なこの、例えば、こういうところで出てくる。こんな感じで、まあ、これもダイヤルキーの普通のね。 入力が出てくるんですけど、はい、これ以外にこのキーをカスタマイズすることで、うん、こんな感じので,ですねこれ切り替えたんですけどこれよく見てたら分かるんですけど真ん中ら辺に普通の携帯と同じ点キーがあって、うんはい、ここにクリアキーがあって方向キーがあるじゃないですか、うんうん、これまあ言ってしまうと<っ>携帯から乗り換えた人は、まあ、スマートフォンのフリックとかできないんだけどだだこれだったら別に使えるわっていうのがあるので,で、ねうん、実はこの携帯入力のモードがありますと。うん そのほかにもこれは従来モデルからありますがえっとエントリーホームといってこれも比較的分かりやすくていいかなと。からあと省電力も従来もこれも従来モデルありましたけども例えば7日間以上使ってないえっとアプリに関してはバックグラウンドの通信を禁止してまあバックグラウンドで通信を減らすことでまあ 消費電力を抑えます。っていうことがあったりとか、まあ、割と頑張っていろいろやっています。ま、はい、ちょっと今回物はご用意できなかったんですけども。あのなかなか今回 au さんこのお風呂もそうだし、うん、ママってのもテーマで<っ>なかなかいろいろ考えていて。まあ、どっちかとお風呂ネタかな。うん、あの実はですね。今回、はい、えっと au のプラスワンコレクションの方でよくお風呂に。あのアヒルがこう。 黄色いやつ、ね、あるでしょあるあるあるあれに乗っけるアヒル型お風呂スタンドっていうのが実は用意されてるそうですそこに端末を乗っけていただいてアヒルがこう背中にこう端末こう背負ってる感じなんでなるほどそれでこうなんかワンセグでも見ていたけくといいかなっていうのといい、ねえー、さらに、えー、当然これ,あのこれスマートフォン洗うわけじゃないですか、はい、スマートフォン洗うんだけどちょっと待ってくれよとハッ、うん、シャもそうだけどこれ、うん、端末普通に持つ時ってやっぱケースつけるんじゃないですかね はい、保護シートい洗えるケースと洗える保護シートっていうのはお弁に売ってるそうなんで <laughs> <laughs> あの一応洗える保護シートは汚れたら洗ってまた貼ることができるそうなんで<っ> <laughs> そういうのもご用意されてるんで、えー、まあ「洗う」をテーマにしてなかなか面白い感じで、えー、しっかり揃えてきたかなと。そういったものもの 販売されてますということで、はいえー、結構内容的には、ママ向き。うん。うん、ま完全に。ママ向きを完全に頑張ってやりましたって感じです、ね。パパが持ってもいい。あのー。いいとは思うんですけど。 このカラーが実はパパあのー、マリンネイビー,、うん、イビー割と実はマリンネイビーは結構実はあるかなと思っていて、ねうん、ちょっと指紋が目立つんですけど、うん、それこそ洗って頂ければいいのでで <laughs> お父さんも家帰ってハンドソープで洗って頂ければいいかなっていう感じなので、はいうん、これも実は男性が持ってもいいのかなっていう感じがしました、うん、はい、はい、そんな感じでございますが、はいえー、いつもの機能チェックに行きますが w i f i の簡易設定これは WPS と au なんで au 簡単 w i f i 接続が使えますですのでいわゆる国内の主要メーカーさんの w i f i の接続も画面の指示に従ってればまあ簡単にできます着信拒否は、えー、と非通知公衆通知不可の電話帳登録会とこれはまあ,あ,あいいでしょうとそれから電話、えー、メモにも関しても当然、えー、搭載されてますということで内容的にはまあ充実した端末、うん、まああの今割とこうスマートフォンこう 全体的にもうみんな完成度とか思っちゃってあんまり差がないっていう状況になってきてるんだけどこういう切り口っていうのは僕的にはちょっとありかなそうですいい魂ではないかなと思いますママさんにおめですは続いてはズバリいいところ悪いところですじゃあ先生いいところではいはいはいこんな感じですはよ えーと洗えるのは嬉しいお風呂で使える実はタフ設計今日お話したところですけども、はい、えーとまあまあ洗えるのはもうこれは見、ね、る、うん、ことないでしょうけ、ね、本当に実際僕らなんかだとやっぱり実はこの番組でいつも端末をご紹介する時って何とかの指紋とかねつかないようん、にするために一生懸命拭いたりとか僕もだから時々そういうので。 こう小林製薬の名だっけ「眼鏡ふきふき」っていうのが割とおすすめなんですけど、うん、あれでこう拭いたりしてきれいにするんですけども、うん、まあやっぱ洗えるのはもうこれに勝るもはねえ、ね、なって気がするんでこれはありだと思います。うん、でハンドソープっていう切り口にしたのもまあ,あのママ的にはいいと思いますし、はい、非常にいいかなという感じがしました。でお風呂でで使えるのもも、はい、これも発表会の中で出てたんだけどやっぱり 女の人基本的に長風呂。長風呂。って言われるので、まあだからそういうとその長風呂をじっくり楽しんでいただくため。唯一多分ね、ママだから。お風呂で、お風呂で自分の時間を楽しみたいんですよ。なるほど。子供は。旦那が目、目と見とけと。唯一お風呂での自分の時間。あとは例えば子供が寝て。その後の時間。とかねお風呂にゆっくり入ろうみたいな。っていうところもあって、やっぱお風呂で使えるのは結構アドバンテージ。大きいのかなと。 で今までもねお風呂対応とかいろいろ言ってるのもいくつかあったんですけどもまああのんとなく使えるんじゃなくてそのターゲットがはっきりしてるんで非常にいいのかなと。はい、で意外に言い落とせないのはこのタフ絶景は結構ありかなというんで、うん、まあ今回もその発表会の中でもいろいろデモがあったんですけど、うん、カバンから出すときにこう何そうそう何おの人ってよくこう何だっけカバンから出すときにこう何けそれこそ化粧品のこんなポーズとかなんか引っ張り出すのに何か携帯引っ掛けちゃって落としちゃったなたうあるある。そそういううい意味で言うとそこはまあ、うん えー、対衝撃ができるまあ一応ちゃんと強度が考えられてるとの、ね、はこれも安心できるポイントかなということで子どもも乱暴に扱いますからね。って子ども投げますからね。フ<う>、うん、設計じゃないとそうこう壊れちゃいますよね,ね、まあ、なかなかうまくだからこう、うん、ターゲットの人たちのことをニーズをうまく組んだいい端末ではないのかなっていうんで、はい、ぜひお母さん方にはチェックをしていただきたいと思いますし、うん、旦那さんこの番組見てる旦那さんは。 奥さんおいお前これどうやんっていう風にプレゼントしてあげるという感じではないかなと思いますはい。では悪いところお願いしますはい。充電が面倒キャリアアグリゲーション非対応ママ向けアプリがあってもよかった充電が面倒ってうのはやっぱりその まあ、これ防水、防水防塵、防ハンドソープなので。あの、やっぱり、まあ、当然、こう。ないんですよね。端子はみんな、こう、カバーついてるんで。そこは開けなきゃ、開けなきゃいけないっていのは嫌だなと。いうのが一つと。まあ、ちなみに、といつちょっと一個フォローしていくと、実は、なんか、英雄の人は、共生しておっしゃってた。なんか、このキャップも開けやすくするために、あの、ハッツもネイルやってるでしょやってう。ネイルしてる人って、ここ開けるの、引っ掛けるの、嫌でしょ 割れたら嫌だっていうのがあるんでる一応入りやすくするために少し隙間を大きくしてるらしいんですけども入りやすくするためにね、うん、それよく考えてると思うんですけどやっぱまあ充電はなんかちょっと俺は何か考えたかったかなっていうんでちょっとこうなんか防ハンドソープをなんかあのなんだろう防水の USB 端子ってなかなか難しい。防 <laughs> ソープ USB 端子ではなかなか難しいのかもしれないけどまあなんかちょっと違う策があってもよかったかなって気がしました、はい、あとキャリアアグリゲーション対応っていうのはこれはもう実際もうそのスペクションにも出てる話なんでまあ今 au としてはもう1年以上キャリアアグリゲーション対応で生きてるんで、はい、まあちょっとないっていうのはちょっとうーんそうなのっていうのがちょっとなんか意外な感じがしました。うん、決定的にまずいいって話でではななんんすけどもそ パフォーマンスをすごく求めるわけでもないでしょうけど、まあ、ちょっと気になるところではありました、はい、からあと最後にそのママ向けアプリっていう話なんですけども、うん、実はこの端末って今回出てきた中で言うとあの撮った写真をですねまとめてこう編集してできるリアルタイムエ 4EU って,ってあのリアルプレイヤーっていうあの。 メディアプレイヤーがあるんですけどそれの会社が作ってる、えっと、アプリがあって、うん、自分の写真とかをこう何てつうのこう一つのムービーみたいなものにまとめて、うん、でそれをまあファイルにして例えばじいさんばあさんとこでまあ送ってあげるみたいなことができるものは用意されてるんですけど、はい、でもまあそれはもともとそういうアプリがそのあってそれの au バージョンみたいな話なんでちょっともうちょっとママ向けのネタをもう少しなんかアプリでやってもよかったな、うん、まあそれはもしかしたらね、うん、クックパッドなのか。 あれその何家計簿なのか何か分かんないですけどもなんかちょっとそういう工夫も1個ぐらいやってもよかったのかなと特にアプリに関しては au さん結構上手にいろいろ作ってくるんで是非それはなんか次へ向けてえーママアプリは何みたいなぐらいの方をちょっとやっぱり考えていただけるといいのかなということでいいところ悪いところでございましたが是非。 あの、なかなかよくできた端末なので、うん、あの、ママにはぜひ触っていただきたい。はい、このブルーネイビーのやつは、これはパパね。パパも、ちょっと、うん、まあ、あの、あんまり気張りたくない人は、これは結構ありかなと思います、ね。うん、ぜひ、お店で触っていただければと思います。はい、ハウトゥー携帯です。あの、先生、あの、直接ね。うん、携帯電話とか、関係ないんですけど。はい、最近。 電気の話がよく出てきてて、はい、あのセットにすると電気代が安くなるとか聞くんですけど、あれってどういったものなんですか。スマートフォンとかと関係はあるんですか。今年の一応四月から、はい、まああの電力一般家庭電力自由化っていうのを一応やるそうなので、まあそれに合わせて順番に発表しているという格好なんで。うん あのまあ一応スマートフォンと関係あるというよりまあ電力の自由化なんで、うん、まあ皆さんうちの電気買ってねとか、うん、電力事業参入みたいな感じでやりますうん、うん、とはいいうことですあのその電力自由化って、うん、いろんな電気の会社がこれから出てくるってそういうことです,か、ね、ですだから今までだとなんか東京は東京電力だし、はい、関西は関西電力だし あと何北海道電力とか北陸電力とかそれぞれ地域業っっててみんな決まま企業向けはもうすでに自由化が始まってるんですけど、うん、まあ一般家庭はこれからということなので、うん、だからそ,でその他にもいろんな会社が参入してくるわけなので、うん、もうこれからはその自由に東京だとも東京電力だけだったのが、うん、いや僕違うとこと契約しました全然できる話なので,、うん、でどこの電力会社と契約しても構わないなる。でもそれって、うん その電気を新たに引き込むのって、うんうん、なんか工事とか、うん、再工事とかって必要、うんうん、の全く工事がないわけではなくて、うん、ちょっと今回の電気自由化でそのスマートメーターってものを要するに電気の,そのスマートメーターっていうのを入れなきゃいけないのでこれちなみに一般の消費者は負担はないはずなので、はいはい、電力会社さんがあの負担をする格好なんですけども、うん、まあスマートメーターの工事はあるんだけど、まあ、それはそれだけのことであって、うん、要するに今の 電気あんた月いくら使ってますよとか、うん、あのよくなんだっけケージドラマでも出てくるけどあのアパートのこの何ドアの上にさ上に、ね、こうやって円盤がこうやって回ってんじゃんこう、ね、るあれと同じようなもの、はい、まあ,あれあんなシンプルなものじゃないですけどまあ基本的にそういうものがつくだけの話でし,しかなくて、はい、工事がどうこうっていうのは特にないです。だからなんかその電力の自由化によって 工事をするからそのじゃあ電力変わるから今まで東京電力だったけどなんか違う会社にするからなんかすげえ手間がかかってたみたいなことは基本的にはないです別にあのなんか違う会社とあの契約したからなんか違う電気が送られてくるとか、うん、なんか。あの そういうい話は一切ないので<ー>なんで基本的にはだからどこの電気を使っても同じ、うん、なんか特になんか変わったものがあるわけではなくて、うんえー、一切その何も変わらないら電気の設備も基本的には今まで使ってたよりもその使えるし掃除機だろうあれ、うん、何にも変わんないので、うん、何も同じように変わらずに使うことができるんですが、うん、まあ実は料金が違う。電話会社的に言うと、うん、まあやっぱりその決済のの座を皆さんお持ちなので <laughs> 当然例えばソフトバンクだろうソフトバンクの携帯電話を契約している人とセットにして安くしますとか、うん、だとセットにして安くしますよっていうんで英雄、うん、電気とかソフトバンク電気っていうのをやってるとまあ言ってしまうと,その、えー、と端末とスマートフォンの回線とセットにしてその決済をすることによって少しこうポイントを差し上げますよみたいな格好のもんなのでうん、うん、ただまあプランの作り方がいろいろできるので、うん、携帯電話会社ってそういうその一般コンシューマーがどういうところにその響いてどういうふうなプランだと。 喜んでで使っっっってててもらえるるかかみたいな話ってやっぱりよくのソフトバンクは結構そのバリエーションをその例えばスタンダードプラン SMX とか、うん、何バリュープランとかプレミアムプランとかいろいろ用意してるそうなんですけども、うん、まあこれによってその料金も違うしあと電力料金1,000円につき5ポイントが T ポイントで返ってくるとか AU、うん、さんだとなんか5%キャッシュバックします毎月ね、うん、しますとかいろいろ皆さん おやりになってるほどじゃあ携帯電話の契約と合わせると安くなるんですか、うんまあ、基本的に携帯電話会社が、うんえっと、au とかソフトバンクが参入していることに関して言えばそうだけど、うん、ただそれはあの他にもいろんな電気の会社があるので、ねうん、例えば東京でいうとガスの会社も絡んでるし。 まあもちろん越境とかもきっとあるのでそれからまあとはそうですねソフトバンクさんが絡んでるのかなあの例えば再生可能エネルギー別に風力とかそういう再生可能エネルギーだけを太陽電池とかだけを扱うようにしますって言って料金を作ってる環境を重視でやりますよみたいなことを言ってるとこもあるしみんな料金プランもそれぞれ細かく違うので別に無理に携帯電話に合わせる必要性は実はない。 他で決済して安いいななと思うもものがあれればばそれでも構わない例えばこういう考え方があると思って、ね、これあの今回の話ってみんなその電気が始まるよって,ってもうなんかもう1月からその発表会もやるしみんな取材してどうのこうのって話になってるんだけど要するに電気代を今まで月にいくら払ってますとこれをどっから落とすかと東京で言えば東京,電力から東京電力に払う話なのか。はい それとも違うう会社に払ののかっていうだけなので別に携帯電話会社に払わなければいけないわけではなくて違う会社でも全然構わないし金、うん、にしなくていい例えばもしかしたら何、うん、だろう分かんないですけど本当にあるかどうか分かんないけどもしかしたらインプレス電気っていうのがあって、うん、できる電気っていうのがなんか出てきてそれとセットにするとじゃあできるシリーズがなんか1、えっとえー、冊購入につき電気代はじゃあ1%引きますっていうのが出てくる。 はずもないと思うんだけど、<ー>まあ、そういうこともありえるということなので、<laughs> 別にだからなんか携帯電話会社との比較だけで話をする。必要はなくて、自分の地域でやってる。その電気は購入できるって、いろんな会社があるんで、その中から選んでもらえばいい。ただ、携帯電話は毎月お金を払ってるものだから、うんうん、そこに電気の支払いを。を 組み込むいいいうのはは、まあ、つ悪い手ではないもちろんあのクレジットカードでの支払いとかにすればよりポイントも貯まるし、うん、で基本的にはポイントとか割引の話なので、うん、あんまりその神経質になる要がないのとあともう一つ大事なこと今一生懸命みんな発表してんだけど、はいうん、スタートは4月ですから。うん、ってことはまだだまあ言ってしまうと、うんまあ、申し込みでちょっとドタバタするかもしんないけども。 まあ2月の終わりぐらいまでに決めりゃいいかなぐらいのつもりで考えていただいていいと思います。<ー>これは必ずしもそのみんな国家して、いる必ずしも通信会社の。ネタではない。あくまでもエネルギーの世界の話なので、この番組で本来やるべきことなのかというと、まあ一応エイトソフトバンクも発表したんで、まあ。言いますが、<ー>でも、それはエネルギー全体の話な、ねうんですが。だから本当に、選ぶのは、もう。 自由にというただぜひ覚えておいていただきたいのはこれは僕がその、えー、と他のところでもよく、うん、あの聞いてる話なんだけどやっぱり定期的に払うもの、うん、毎月払うじゃんだって電気代なし、うん、ゼロの月ってやっぱりないからい基本的に払うじゃないですか、うん、定期的に払うものを値段を下げるとかポイントが返ってくるっていうのは、うん、結構いい話なので。うんうんうん これは何もしないでそのままっていうんじゃなくて東東京京電電力力の人が東京電力にしても構わないんですよ、うん、その代わりその東京電力のなんとかプランっていう、まあ、彼らもいろんなプラン出してくるんでそれをまあ考え検討すればいいということなので最終的にひとの間にどれぐらい電,話電気代を使っているのかによりますけど、はい、まあお得になる人もやっぱり。 んか今まで月に2万円払わせたのがじゃあ新しいその自由化になったんで300円になりましたってことはまずないな,それはないですよね、うん、帰ってくるのが300円とか <laughs> まあ多くて1,000円いくのかしらみたいな世界なんでその辺のお金の戻り具合と労力を考えてちょっといろんな情報がこれから出てくると思いますの、ねね、です慌てずでも2月ぐらいをめどに、はい、まあ一応考えていただけるといいのかなということでぜひ皆さんもえ情報をチェックしてみてください。はい えー、今回は AU4G l t ティースマートフォンディグラフレをご紹介しましまた世界初のハンドソープで洗えるスマートフォンということで、うん、まあコンセプトは非常に分かりやすいし、はい、でそれは誰が欲しいのということもちゃんとママですというふうに言ってるんで,で,でこれも分かりやすいかなということでぜひママ,ママの方々という方い方ですけどママにはぜひ試していただきたいというのとう、ねうん、特に13月。 あの新入学のシーズンでお子さんにちょうどスマートフォンを持たせるか持たせないかってちょっというの論このまま話題に出ましたけども議論をすることが多いので、はい、まあそういう意味で言うとまあじゃあ子どもの,そのえ例えばジュニアスマホとかを持たせるかとかいう話になった時にじゃあ私もちょっと っていうのを、うん、まま的にはありで,で、ね、お父さんちょっとお財布大変みたいな感じになるとちょうどいいのかなって感じがしますけれどもなかなかよくできてる端末だと思いますんで、はい、なかなかお店でね洗うシーンは見れないと思うんですけどもて、えーまあ、一応京セラさんのサイトにもあのムービーが上がってますの、ね、でぜひ一度ですね、はい、洗ってる様子っていうのを是非ご覧いただければと思いますね、はい、皆さんも是非店頭で試してみてください。は <music>